ね、ちょっと部分開通になった新東名、海老名南ジャンクションから、下り方向、名古屋方面下り方向に行く、ほんのちょっとの区間ですけど、平成31年、3月17日に開通いたしました、ルート新東名のほんのちょっとの新開通区間を走りたいと思います。これね、今年の3月17日って新名神の、亀山西から新四日市も開通して、まあ、結構ね、他にもなんかどっか開通ラッシュの日になったみたいですね。これ海老名南ジャンクションですか。これね、茅ヶ崎方向から、県王道をね、北に上がっています今。北から県王道、北からも入れるのかな、ちょっとはっきりは分かりませんが、どうなんでしょうね、これ見てたら分かるかな。はい、海老名南ジャンクションまで 500m となりました。伊勢原ジャンクションまで何キロぐらいだろうな、5、6キロなのかな。伊勢原ジャンクションからは東京方面へ行けませんと書いてありますね。はい、新東名、行ってみたいと思います。名古屋方面、誰も行ってないぞ、誰も行ってないぞ、大丈夫か、大丈夫なのか、不安だぞ誰も通ってないぞ。あ、それなりに走ってるか。あ、それなりに走ってるな、反対側それなりに走ってるはい、圏央道ね、北からも来れるみたいです。だから、海老名ジャンクションの渋滞が嫌っていう人は右側車線をずっと走ってて、海老名南ジャンクションから、新しい新東名に入って伊勢原から東名に合流するというのもありっちゃありですね。ちょっと遠回りになりますけどね。開通区間入りまして、すぐにもう厚木南インター、厚木南インターに来るんですね。結構ごちゃごちゃしたところに降ろされるっぽいぞ。あ、129番が通ってるのか、国道129番に。あ、でも、いや、直接は入れないのか、ちょっとわかんないな。ちょっとここからではわからないけど、もう129番は今上空を通り越しました。ここから降りていくんで、やっぱり129番に直では入れないみたいですね。ちょっとこれややこしいインターチェンジっぽいですよ、乗るときも。厚木南ちょっとややこしい、県道22番に降りるっぽいですね。はい、もうね、肉眼でもね、ちらほらと東名高速が見えております。ちらっと見えますね。すごい近くを走ってますよ。はい、伊勢原ジャンクションまで、3キロになりました。本当にちょこっとだなこれこれ YouTube にアップするか、この動画。本当にちょこっとだぞ。あ、違うわ、これ東名高速じゃなかった。これね、見えてたのが県道63番のバイパスか、透明じゃなかったですね。伊勢原ジャンクションまであと2キロになります。まあ
が何とも言えない神奈川県とは思えないようなのどかなところを走っておりますよ。今新幹線が見えてますね。これ新幹線の方かな。御殿場までつながることを祈りつつ今日の動画終わります。それでは。